はい、どうもひろきです。ギターをやってる人、ベースをやってる人ってやっぱりその飾りたくなるじゃない、ギターとかベースをどう飾るかっていうのがね、問題になってくると思うんですけども、まあ、普通だったらギタースタンドにギターベースを置いて、こう置いてかっこいいなってこう眺めるのが一般的だと思うんですよね。まあもちろんその部屋が広いとかだったら全然いいんですけど、結構ギタースタンドにギターとか置いておくと場所をね取るんですよ。1本ならまだしも2本3本それ以上ってなってくると、だいぶこう部屋を圧迫してしまう原因になるんですよね。まあ、なのでね、僕も普段はギターとかベースは、物置にしまってます。まあそれもね、なんかせっかくあるのにしまってるのももったいないし、まあそういった場所ってね、なんかいい環境じゃないんで状態も悪くなっちゃうっていう心配もあるので、やっぱり飾りたいなと思いました。ただ僕部屋もね、物がいっぱいあるのでスタンドに置くのもどうかなと思ってて、でそこでじゃあかけるタイプのものにしようと。ただかけるタイプ、まあお店屋さんとかでよく見る飾り方ですよね。壁にこうかけてある、ああいうのってなんかこうラックとかにこうかけたりとか、あと壁に穴をぶち開けるものが、一般的だと思うんですけども、他になんかもっといいものはないかっていうのをね、探したところ見つけました。こちらです、その名もギターハンガー、そのまんまですね、菊谷さんから、発売されているギターハンガー、これのね3個セットっていうのをね購入しました。なので今回はこれを開けて実際にね飾ってみようと、使ってみようと思います。ちなみに1つ2000円ぐらいだったと思います。で3個セットで5000円とか5000円ちょっとかな、ちょっと安いみたいな感じなので、まあ、1本だけじゃなくてね、ちょうど3本ぐらいかけたいなと思ってたので買いました。じゃあざっとね、外箱になんかこう説明みたいなのがあるので読んでいこうと思います。はい、正面ですね、引っ掛けた際の左右の揺れを抑えた新開発のフック形状、こういうことですね。左右の揺れを抑えるためのフック形状っていう、なんかちょっとね角張ってるんですよね。普通ハンガーってこう丸くなってると思うんですけど、これは角張ってます。これが揺れを防止するらしいですね。で下のネック、ヘッドかをかけるところなんですけども、首振り、固定洗濯可能、あ、首振りスラッシュ固定洗濯可能で、優しく楽器をホールドするハンガー、このここの部分が首振りか固定かってなんかこう選べるらしいです。ヘッドを優しく保護するクッションをシャフトに搭載、フックの向きを工具なしで変更可能、ハンガー部のネジを緩める締めるの調節で首振り固定、まあ、あそこの部分ですね、もう裏で多分固定できるんでしょうね、を、選択可能と。ベストセラーギターハンガー GH525 のノウハウを生かした優しく楽器をホールドするハンガー部、耐荷重は10キロ、パイプ径が、直径45ミリまで対応となっております。で、ラッカー塗装対応って一応なってますね。ただ、注意書きとして、本製品はラッカー対応ですが、長時間の放置、温度変化など、諸条件により塗装表面が変質する場合がございますということで。まあ、ラッカーでこう色とかねつけてあるギターとかベースお持ちの方は気をつけてくださいということでございます。さあ早速出してみましょう。アホほどシンプル。今これは稼働するようになってるんですけど、後ろのねこのネジを締めることによって、はい、稼働しなくなると。ただただ圧力で稼働しなくなるってことですね。押し付けられて。はい。このフック、今は向かって右側に曲がってると思うんですけども、単純にこのネジを外して、くるっと変えれば、こっち、左側に出すことも可能っていうことですね。で、正面、後ろにはできないです。はい。無理くりひん曲げればいけるんでしょうけど、一応、元の状態では無理です。はい、中央のこの棒の部分と
ヘッドが乗る部分はクッションで覆われています。なのでね、傷はつきにくいかなと。ただ壁にぴったりくっつけて置く、かける場合は、この後ろの、この突起が当たりそうですね。気になる人はなんかここもクッションかなんかで、カバーしてあげた方がいいかもしれません。じゃあ早速つけていきましょうか。一応ね、このテレビの裏側につけようと思ってます。じゃあ今からね、これかけていこうと思うんですけども、できるだけちょっと今回は軽いものにしています。アコギ、アコースティックベース、そしてエレキギター、まあそれだけちょっと重いんですけども、あまりエレキベースとか重いものにはならないようにちょっと今回はかけていきます。じゃあ行ってきます。2つ目、3つ目、うちの子が何してるのが気になってカリカリしてました。なんかね、ここら辺で音立てていろいろやってるとね、何やってんだってこうカリカリしてくるんです。さっきチーズあげたでしょう、なんかくれよって。10代の頃から使ってる SG デラックスか、エピフォンの、すっげえ汚いけど、これを飾りたいと思います。はい、というわけで飾ってきました。まあ、肝心のねボディが全然、大型テレビで隠れて見えていないっていうオチなんですけども、なんとなくはねこうなることは分かってたんですけど、まあ、それでもちょっとここに、前は自分が撮った写真を額に入れて飾ってたんですけど、それをちょっとバラして、今回はギターをここに飾ってみました。なんかいろいろ片付けをしてて、収納場所を増やすためっていうこともあり、今回壁にギターを飾りました。まあ、最悪ここじゃなくて別の部屋もあるんで、そっちもね同じようにかけれるんで、まあ、そっちでもいいかなとか思ったんですけども、じゃあ今回は分かりやすいこっちにかけてみました。なんかスマホとかで撮りましょうか、せっかくだからね。はい、こういう感じですね。こっち側が今いた座ってて撮影してる場所で、編集スペース、仕事場、まあ、ここがハムスターですね。で、ここにテレビがあって、ここは趣味のコーナーで、このテレビの後ろに今回3本置きました、はい、こんな感じで、ベースはかろうじて見えてるんですけどもね、アコギも上の方だけ見てるんですけども、 SG に至っては、まあ、ネックが長いんでもう角しか、 SG のソリッドの部分しか、ね、見えていないんで、残念な感じになってますけど、まあいいんじゃないですかね。で、ここにちょっと暗いんですけどソファーがあって、こっち側にもソファーが置いてあります。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。こんな簡単にかけるだけで穴も開けずにギターベースを壁に飾ることができました。ギターハンガーと、すごくね分かりやすい名前なので、気になった方はぜひねネットで検索してみてください。もちろん今回はね、俺がね勝手にテレビの後ろに配置したからこういう残念なことになってますけど、普通に何もない壁に飾ればかっこよく飾れると思うのでね、皆さんはちゃんと見える形で飾ってみてください。というわけで、今回はギターハンガーを紹介しました。